バンダイガールガンレディシリーズアタックガールガンバージョンアルファタンゴと、レディコマンダーアリスセットボックスです。こちらの商品は新しく番組で始まりましたもので、突然パラレルワールドに召喚された12人の女子高生が毎週火曜日の午後0時に生き残りをかけたゲームを繰り広げるというのが設定になっております。でこちらの方が、商品の内容になっておりまして、まずこのガンとこのレディーコマンダーの、プラモデルが入っております。でこちらは接着剤不要、塗装しなくてもこのような、仕上がりにできるようになっております。あと銃とレディーコマンダーをこのように組み合わせて、いろいろなアクションが楽しめるようになっております。でこちらの方が、キットの内容になります。まずこちらがレディーコマンダー用の部品になります。こちらには、付属のシールと、顔のパーツが3種類、あと、このように色が分かれた肌色、青、赤で、この、ガンメタルのパーツになっております。そして、こちらの方もレディーコマンダーのパーツで、こちらシルバーや肌色、あとこちらが、同じガンメタルのような色のパーツが入っております。でこちらのも、レディーコマンダー用のパーツですね、こういったのが入ってます。あとこちらがガンの方のパーツになりまして、黒い部品とこのパーツは専用のスタンドになってます。でこちらが銃本体の青い部品になってます。でこちら金色の部品は銃のパーツや専用のカートリッジが、3発分入ってます。こちらも銃の部品になってまして、こちらが銃の前につける、部品や、あとグリップ、あと中の、部品が入ってます。でこちらのシルバーの部品は、カートリッジの芯のパーツや、あと銃の方の部品が入ってます。でこちらは、レディーコマンダー用の部品の、サイトの部分や青いパーツの部分、手とかが入ってます。あとこれが、専用のディスプレイ台が入っております。で銃の方は、ちょっと分かりづらいですけど、ここに金属のシャフトや、金属製のスプリング、あとこちらが、ステッカーの方が入ってます。あとこちらは初回特典の、このカードが2枚入っております。部品は以上になります。でまず銃の方の、説明書からご案内していきます。こちらがに書かれているのが、まずこのガールガンレディっていう作品の、ストーリーや、あと登場人物になります。これはアルファタンゴチームっていう人たちの銃になります。で組み立ての方はまずこちらの、注意書きや道具の使い方、パーツのはめ方などが書いてあります。そして部品のリストと、あと組み立てが、始まりますの でこちらでもスプリングとか入れたりしますから、そちらの部品の入れ忘れはないようにしてください。で、この辺で、トリガーと、メインフレームを作っていきます。で、こちらで、グリップや、銃の上の方のパーツなどを作っていきます。センサー、ガンフレームと、あとグリップですね。で、こちらの方がバインダーウィングっていう
横側がこう開く部分のパーツを作っていきます。でこの辺が、カバーガンフレームっていう部分を作っていきます。そしてこちらの方でほぼ完成しまして、あとバレルのところがノーマルバレルとこのストライクパーツっていうこのギザギザのついたパーツ、どちらかを選択して作るようになります。そして通常カートリッジを組み立てて、そちらがあのグリップの下に入るようになってます。でグリップの方はこのように畳んで収納状態っていうのができます。あと専用の台座が入ってますので、あのこちらでこういうようなあの飾ることができます。そしてプラモードというので、あのレディーコマンダーがこの銃に要はライドオンするこうアクションがあるそうですの でこれであのレディーコマンダーを、この銃にセットしていきます。で、こちらの方が、マーキングとかの、説明書になってまして、これでチーム3人分 の, あの、こういう専用のシールが入ってますので、それで、お好きなキャラクターの銃を作ってください。で次に、レディーコマンダーアリスの、制作になります。でこちらの方はこちらが表紙ですね。でこちらにレディコマンダーアリスの、プロフィールが書いてあります。そして、説明書をまず開いていきますと、こちらが組み立ての注意書きや使用するパーツ、あと作り方の解説が書いてあります。で、部品リストがこちらにありまして、で次に製作が始まります。でまずは頭部から作っていきます。そして、顔は種類が3種類ありますので、これであのお好みの顔を選択してください。で次にボディを作っていきます。でボディの方もステッカーとか貼って、あの色があのこうつくようになっていきます。で次に右腕と左腕の製作になっていきます。で次に、右足左足の、製作になります。そして、今まで作った本体と腕と足を、つけて、この手首の部品ですね、これを選んでいただいて完成になります。そしてプラモードっていうので銃に搭載するときは頭の部分のサイトと後ろのこの部品を移動させて銃の方に載せるようになります。あとこちらの方が専用のスタンドで展示することができます。あとこちらにもストーリーが書いてあり、あとこの下の部分に使用する色の種類が書いてあります。こちらはクレオスの、ミスターカラーか水星ホビーカラーを使用するようになっております。これで以上です。